皆さん、こんばんは。神戸補強するとしたら誰補強した方がいいですかみんなが思うともう、オーナーの思想ですよ。<laughs> お金出してくれるのはありがたいけどっていう。オーナーを変えるっていうわけじゃないですけど、オーナーの思想。本質的な強さを鍛えられるチームにするっていう。